助けがいるんだ。もう一人でな。パーティー再結成だな。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。朝は病の子分だったのに、今はお前らと一つ屋根の下。人生何が起こるかわからねえな。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか？ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって。私は桐生一馬の家族です。堂島の竜も病気には勝てんか。なんや老けたの、桐生ちゃん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。ここで桐生さんにできることはありませんよ。